デンドロビウムリンドレデンドロビウムリンダギリは卵化の植物の一つで太い二生輪形の先端に葉を一枚だけつけ多数の黄色い花を咲かせる着生の多年生草本茎は束になって生じ長さ3から1 0トルでやや扁平な防水型をしている葉は茎の先端に一枚だけつき長楕円型で長さ5から1 0トル、角質で分厚く 先端は鈍く丸まり、また左右不均等になる。花柿は春で、花茎は茎の上の方の節から出て、長さ10から25センチメートルに達し、斜め上に伸びて先端は次第に下を向く。この花茎の先端よりに5から15個の花をつける。花は平らに広がって咲き、形は約3センチメートル、黄金色で、香りがある。学編は下型で、 長さ1 5センチメートル先端は尖る。また、側学辺の基部にあるメンタムは短い。側下辺は通卵型で、長さ1 5センチメートル先端は尖る。新辺は大きくて円形に広がり、長さは2センチメートルで、その円は波状になる。また表面に白く細かい毛がある。締め柱は太くて短い。学名の種名は、イギリスの植物学者。 ジョン・リンドリー・リンドレイにちなむ。アッサム・ミャンマーから南中国・マレーシアに分布し、海抜500-2000メートルの地域に見られる。本種は最初、アラカン山でサルスベリに着生しているのをエム・ピエラルドが発見したものである。本種は長く D ・アグリゲータム・ロックス部として扱われてきたが、現在ではこの名はシノニムとして扱われている。 禁煙のものとしては、ジェンキン CD ジェンキン祭が知られる。本種に似ているがより小型で過食は、やや淡い。この種は従来は、本種と同種とされ、D、アグリゲータムバリエーション、ジェンキン祭として扱われてきた。洋蘭の一つとして観賞用に栽培される。園芸的なジャンル分けでは、カリスタ系として扱われる。栽培用意で美麗な種として知られ、比較的広く出回っている。 なお、現在でも以前の学名のアグレガタムで出回っていることも多い。以下、主として唐沢、さは、P130 ど橋、P209 唐沢、さは、P130 唐沢、さは、P130 岡田、P99 おば、P59。ありがとうございます。